ラーメン選手権で日本一になったラーメン店、気になりますよね。伊田店本店に行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人ブログもよろしくね。JR 東海道線焼津駅から車で7分、県道静岡焼津線沿いにあるラーメン店。小川港に比較的近いですね。以前訪れた石川とみんみんの中間あたり。伊田店は以前、八刺や藤枝店などがある藤枝郵便局前のラーメン長屋にありました。その頃は静岡にもとんでもないラーメン店ができたと思い、本当によく通いました。静岡県内で100回以上行っているお店といえば、伊田店、麺屋つばめ、わさらびくらいかな。店主の又野さんは東京立川市にあるラーメンスクエアで開催された第3回ラーメントライアウトで、全国から応募のあったお店の中で優勝し、そちらに出店していました。以前イタリアンのシェフだったこともあり、その経験が生かされていたんですよね。静岡のラーメンが全国でも認められたと思い、その時は自分のことのように嬉しかったのを覚えています。私が一番通っていた頃ですね。それから静岡店ができました。つけ麺の店もありましたが、そちらは残念ながら閉店。藤枝市にあった伊田店が移転して焼津市に本店を構えています。静岡県焼津市東小川4丁目 10-1、 おしゃれで現代的な外観、店内は落ち着いた雰囲気で、広々として居心地の良い空間になっています。豊富なメニューですね。テイクアウトもできます。いただきます。特製平打ち醤油ラーメン&餃子。トッピングは三つ葉、ネギ、チャーシュー、メンマなど。スープは鶏の美味しさが前面に出ています。醤油の風味は控えめで、出汁感がじんわり伝わってきます。あっさりながらもしっかりとした味わい、誰が食べても美味しいなと思うであろう分かりやすい味、平打ちストレート麺はやや丸みがあり、表面が滑らかでつるつるっといただけます。喉越しがよく、加水率は普通くらいでしょうか。コシがありしなやかな自家製麺、チャーシューはバラとロースの2種類。以前は鶏と豚でしたね。ロースはしっとりとした仕上がり。バラはとろける美味しさ。麺とスープの相性も良く、とても完成度の高いラーメンです。餃子は6個で400円。これは訪問時ですね。このお値段なら安いですよね。最初は酢胡椒でいただきます。皮は薄めで表面はこんがりと焼かれ、中身はジューシーなもの。噛むと肉汁があふれます。野菜より肉多めかな。次は醤油とラー油で、浜松餃子のような感じではないです。それにしても店員さんが元気で、ハキハキとしていて、とても気持ちの良い接客でした。気合が空回りしてうるさいなこのお店というところもありますからね。ごちそうさま、美味しかったです。静岡県焼津市の伊田店本店。県道静岡焼津線沿いのラーメン店。初めてここのラーメンを食べた時は、とんでもないお店ができたと思い、本当によく通いました。現在は焼津市と静岡市にお店があります。おしゃれで現代的な外観。店内は落ち着いた雰囲気で、広々としていて居心地の良い空間になっています。かなり豊富なメニュー数。写真付きが嬉しいですよね。デザートも充実。特製平打ち醤油ラーメン&餃子。スープは鶏の美味しさが前面に出ています。あっさりながらもしっとりした味わい。コシがありしなやかな自家製麺。麺とスープの相性も良く、とても完成度の高いラーメンです。餃子はこのお値段はありがたい。接客も素晴らしく、リピーターも多い。人気も納得なのでした。